アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。造座でございます。本日も元気よくアウトロー会のニュースをお伝えさせていただきます。小山さんが少し笑いながらも、前沢さんに物申しておりました。と言いますのは、前沢さんとしては、99.8%は少年の近くにいた女性のテレパシーを受信したのか、言い間違いだが、 0.2%の確率で、テレパシーの熱像があるのではないかと持論を述べておりました。これに対して、小山さんは、少年の彼女のテレパシーを受信したんだとのことです。コメント欄の意見によれば大多数は、0.2%を支持されている状況となっております。また、前沢さんがライブで、この話題を出していると、関東連合の西山さんが登場いたします。 西山さんとしては、テレパシーを全面的に肯定しておりました。この意外な事実に驚きを隠せないこととなりますが、肯定している理由を聞くと、身近にいる人の病状を見ていると、本当に聞こえると聞いているからとのことでした。少し、小山さんの身を案じるようにも思えます。私の、見解としては、独身術をさらに昇華させたものに思えます。おそらく、 本当の専門家が介入しない限り決着はつかないと思います。ソフィトレベルが科学的根拠もなく話していても仕方ないので、要は信じるか、信じないか、あなたのリテラシーでお願いいたします。というのが現状に思えます。さらに、この場にコマの会長が上がってきます。ものの数秒で話がこじれ出します。 売田さんのお父さんの件で、西山さんとしては、納得できていない部分もあるようで物申します。駒の会長としては、お酒の入っていない状態で、一度会おうと話し合いの場を設けようと試みます。その際に、小山さんとの関係を考慮し、慣れ合いではなく、会おう、要はしっかりと話し合いをして理解してもらおうという意味で、慣れ合いではなくという発言をいたしました。 そうしたら、西山さんは、喧嘩するの。どんだけ、両極端な思考なんだ。危うないなと思いました。この会話の流れから、スパーリングを行う方向に行きました。本当にスパーリングは行われるのでしょうか行われるのであれば、誰のチャンネルで投稿されるのかが気になります。ただ、誰のチャンネルで投稿されるのかというと、 コマの会長のチャンネルの可能性もゼロではないように思えます。というのも、コマの会長が休止宣言をしたことを、とある人物が、超大物に密告をしていたからです。その密告者は、エライザー総統に、YouTube は休止はするが、戦闘員は続けますと報告をしておりました。それに対して、エライザー総統は、復活を待っている。 リクリマーク付きで強調しておりました。このことから、エライザー総統の願いのために、例外的に不定期配信として、スパーリングを投稿する可能性もミリ単位ではあるのではないかと、都合よく捉えてしまいました。コマの会長としては、意思は早々揺らぐものではないと思いますが、ファンとしては、エライザー総統に感謝しかありません。そして、エライザ相当から、 復帰を期待する言葉をもらえる駒の会長の人望の広さにすごいの言葉しか出ません。また、スパーリングを行った際は、どうなるのでしょうか。西山さんは正直、未知数で想像がつきません。格闘技をされていたのかもわからないので、一概に言えませんが、実践経験は相当だと思いますが、体系的にスタミナ面に不安が残るように思ってしまいます。 大関さんは筋肉が凄まじく相当な力をお持ちだと思います。格闘技経験はないそうですが実戦経験は終わりだと思いますので果敢に攻めてパワーで押し切る戦いをするのでしょうか。ただパワーで言えば駒の会長も体重もあり力もあるのでものすごいバトルになるように思えます。私ならば怖くて そもそもリングに上がりません。その前段階で秒で土下座です。また、大関さんが奥様とご旅行で、箱根に行っている際に、秋尾さんが突撃した件がありました。秋尾さんは、大関さんに対して、取材をしてやる。宿泊していたホテルにも用事があったと伝えたそうです。けれども、ホテルには用事はなく、ただの突撃だったそうです。 そのことで、大関さんは新聞社にクレームを入れ、秋代さんの現状を調べたそうです。そのやりとりの証拠を見たわけではないので、皆様のリテラシーでお願いいたします。どうも、湯河原新聞の社員というわけではなく、週2回ほどの勤務のようです。その週2回の中で、新聞配達員も兼務しているとのことです。それに対して、 秋尾さんも反論したそうにしておりましたが、喧嘩が起きる可能性があり、ストップ状態となっておりました。個人的には、秋尾さんは知名度があるので、編集などをしっかりと展開さんに聞いて、YouTube に本格参戦すれば良いのにと思います。秋尾さんは前に選挙に落選したものの、全く歯が立たなかったわけではないので、もう少し工夫をして、 チャンネル規模を高めていく活動ができれば、もっと変わってくるようにも思えます。また、選挙つながりで言うと、楽鎮さん、小山さんは参議院選挙に出馬するのかどうかが気になります。個人的には、法改正により、地方文献一括法に地方と国が対等関係となっております。国政となると、与党に入らなければ、法案を作ることはできないので、 地方から固めていくのも良い気がします。けれども、小山さんとしては、地方には、興味はなさそうにも思えます。また、出馬を匂わせた、湯山さんの動向もしっかりと見ていきたく思います。最後に、先日に復活してもらいたい YouTuber についてのアンケートを取らせていただきました。直近の方々は、あくまで休止であり、 直近すぎて票が偏る可能性を感じたので、あえて入れませんでした。まだ、アンケートは継続しておりますので、ご協力をお願いします。結果を動画にし、その方が戻ってきた際に、皆様の声として届くことを祈りたく思っております。そういった意味において、皆様のご協力のほどお願い申し上げます。しっかりと、動画にさせていただきます。 それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。